さあ始まりました。3月3日、木曜のずんだこえの魚ラジオでございます。本日のゲストがですね、古賀和樹さんというね、アーティストの方に、お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北九州から来ました和樹古賀と言います。音楽やってます。いやもうめちゃくちゃね、ちょっとジャンルがそのゴルジェっていう、はいはいはい、その音楽ジャンルやられてまして、これがもうめちゃくちゃ面白くて、そこをもとに、はいはい、ちょっと古賀和樹さんがどんな人かっていうのをもう徹底的に、はいはい、掘っていくということで、ちょっと固くと思ってしますけど、はいはい、ちょっと外が騒がしいですけど、まずはその、ちょっと古賀さんがその今のアーティストの、その、自分の活動に至るまで、はいはい、どういう流れのアーティストの経歴だったのか、はい、簡単にこう紹介していただけると。なんかそうですね、なんか小学生の時に、はい、いわゆるテレビとかで流れる音楽で、その中でも恥ずかしいんですけど、はい、ラルク・アンシエルがもともと好きで、なんか小学校の頃に、はい、中学年高学年ぐらいの頃になんとなくこういう風になりたいなみたいなのがあったんです、うん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 、でその中学になって、なんか親が離婚する時に、はい、親父の財布の紐がむちゃくちゃ緩んでたんで、ギターを買わせて、でそれでギターを始めたんですよね。で最初だからバンドを組みたかったの、ロックやりたかった。で昔よくなんかジャンプとか、なんか漫画のカラーページの最後のところに、はい、初心者セットみたいなギターのが売ってたんですよ。これ知ってる人と知らない人もいるかもしれないですけど、でそれのなんかね、2万とか3万ぐらいの安いアンプと か、なんか一式ついてるやつを買ってもらって、そっからバンドをやりだしたんですけど、そうそう、で中学入ってからはもうなんかメタルとかハードコアとかにちょっと夢中になりだして、そういうバンドやりたいなと思ってたんですけど、なんかあんまり地元の北九州に同じぐらいの世代でそういうのやりたい人がいなくて、うん、そうそうそう、でなんかそのバンドをちょっと組んでは、うん、解散しみたいなのがあったんですよね。でなんかその時高校になって、高校をちょっと退学しちゃったんですけど、なんかそうなんかね、音楽とか、田舎あるあるかもしれないですけど、うん、音楽とかやりたい人とかって、こう別にマインドはそうじゃないけど、ヤンキーグループに属したりとかするわけなの。あ、まあわかりますよ。わかります。ちょっと派手なやつって、ヤンキーグループの中にいたりするんですよ。はいはいはい。で、めっちゃ恥ずかしいんですけど、はい、中学の時に、全然音楽の話しないけど、中学の時に、卒業式の時に、はい、うちの学校はものすごいオールドスクールなしきたりがあって、卒業式の時に特攻服とか着なきゃいけない、そういう人たちが、あ、先輩から代々受け継がれてきた特攻服とか、刺繍欄とかがあって、でこれを着て、その別に先生殴りに行くとかじゃないんですけど、なんかすごいこう騎士団ってあるんです、ああいうなんかこんな髪型して行くっていうのがしきたりで、で俺もそれさせられたんですよ、嫌だったけど、でなんかその派手な髪型して、でそしたら先輩が前日に見に来て、はい、お前は気合が入ってないからもっとやれとか、もっと気合入ったかで俺はそれで眉毛を剃った方が気合が入るから眉毛剃れって言われて眉毛剃ったんです。でなんか卒業式出席して終わって、で高校入学するじゃないですか、でそしたら眉毛って2、3時で生えてこないんで、まだ全然ない状態で、で、髪の毛も派手だったから、はい、それを、なんですかね、黒染めしてもすぐ戻るから、坊主にしちゃったんですよ、はいはいはい、そしたら、なんか、えらく進学校にえらいなんかその外れたやつが入ってきたってことで、ものすごい目つけられて、そっか、進学校にはいない。あ、そうそう、その時眉毛はなかったやばい、いかつなくて、そう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 、で体もすごい大きかったから大きい制服着て、で、その当時悪い人たちってもうダボダボの洋服着てたんですよ。そういうのもあってものすごい目つけられちゃって、で、ある日下校しようと思ったら、その先生に、お前ズボンを下げすぎたやつ、当時腰履きみんなしてたんですよね、
そのヒップホップの人たちが腰ばきしてたから、うん、で腰ばきしすぎだっつってあげろって言われた時に俺タバコ見つかっちゃってだ持ってたんですよね。うわアホだからポケットに入れてそれでやっぱなんか速攻で停学になったんですよ。3週間ぐらい。そうそう。で入学直後の3週間って結構でかくて、はい、定額抜けるともうみんなクラスは大体まとまってるから、はいはいはい、で定額帰りのやつが来たみたいな感じでもうすでにこう排除されてた。だいぶ浮き色がめっちゃ浮いてて全然楽しくなくて、うん、それだったらなんか音楽やりもっとやりたいから働きながらでも音楽やろうと思って高校やめて、はいはいはい、もうすぐに福岡市内の方に北九州市から福岡市内の方に、でバンドやって年上と、でそのバンドすごい真剣に頑張ったんですけど、うん、なんかバンドって難しくて、うん、複数人で集まっても、うん、こう同じようにこういう音楽やりたいと思ってもうまくいかない時とか、うん、たくさん化学反応が起こって言うんですけど、バンドって ああいうのが起きないことの方が多いです、で、そうそうそう、それでやっぱ複数人で音楽やるのって難しいなと思って、はい、でそしたらその電子音楽は1人とか2人でやってる人が結構いたんですよ。だから DJ とかね、1人じゃないですか、うん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 、で、まあ、これだったら1人でも音楽できるからやろうと思って20歳ぐらいから電子音楽に入ったんです。そうそうそう、なるほど、はい、ここまででやっとエレクトロニックに入ったところなんですけど、じゃあようやく始まったって感じですね。そこから二十歳過ぎてからその、はい、で、そうそう、でもなんか最初、うん、ギターとかで曲作ってる人がいきなりクラブミュージック作れるかって言ったら作れなくて、うんうん、でこう構造をちゃんとよく知るために DJ を始めたんですね、うん、あーなるほど。で DJ2、3年ぐらい頑張って、うん、でその中でテクノとかを作るようになったんですよね。でもテクノってテクノだけに限らないんですけど、うん、エレクトロニックミュージックってこうある程度こうジャンルでこう枠があるわけですよ、うんうんうん、その曲のテンポだったりとか、うん、こういうリズムがこういうジャンルって、はい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 、っていうのがすごくあって、うん、意外とこうフォーマットとかがちゃんとしてるんですよね。だからその中で遊ぶっていう作業だと思う、あれな音楽だと思うんですけど、だから割と僕とか分かりやすく来るぞ来るぞおおみたいな感じなんですかね。そうそうそう、で、なんか、ある程度だからそのドラムベースのパーティー行ったらそういう音楽かかってるし、うん、テクノのパーティー行ったら、まあ、そういうあんまり外れな音楽かかってる、うん、だいたいこういう感じ、うんうん、ね、今度音楽テクノ作ってると、うん、その枠がすごい煩わしくなってくるわけです。なるほどなるほど。だから全部、うん、リズムで四つ打ちってドン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 チドンチって、うんうん、あれを置いちゃったら、はい、全部同じ曲に、うん、聞こえる病気になったんですよね、うん、なるほど。そうそうそう、まあまあまあ職業病じゃないけど、なんか本当はそうじゃないんですけど、うん、でもその時はそう思ってて、はい、こんなことやってても、うん、新しいものなんて作れないと思ったんですよ、うん、テクノなんてやって、うん、でその時になんかどうしたらこう革命的に面白い、うん、新しいものができるんだろうって思って、うん、でその時にたまたま日本でちょこちょこ注目されてたのがジュークフットワークっていうシカゴの音楽と、はいはい、あとゴルジェっていう音楽、はい、そのここで出てくるんですけど、あ、そうそうそう、でもだからゴルジェ一時ブームになったって言ってたじゃないですか。そうなんです。だからもしかしたらなんか聞いたことあるなっていう人いるかもしれない、ね、いるかもしれない、うんうん、そう、とそこでね、大体2012年ぐらいから日本で、はい、そうゴルジェの人たちが活動を始め出したんですけど、はい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 、でその1年後2013年にドミューンっていう配信の 番組っていうか、うんうんうん、あれでゴルジェの特番があって、うん、でそれ見たら、うん、なんかそのゴルジェっていう音楽が、うん、なんていうかな、すごく自由だと思ったんですよ。だからゴルジェの説明もしないといけないかもしれない。そうですね、うん、でゴルジェっていうのは、うん、これが面白い、インドネパールの山岳地帯で生まれたと言われてる山岳伝承音楽、ダンスミュージックで、で要は岩のね硬さとか、うん、その山登りの何ですかね、厳しさとか、うん、自然の厳しさとか、うん、っていうのを音に昇華したような、なるほど、例えばクライマーの身体性であったりとか、うん、精神性であったりとか、うん、っていうのを表現した音楽っていうことになってるんですけど、うん、そうそうそう、その中でそのなんで俺がそんなに食いついたかっていうと、うん、音楽的な制約がこういうリズムを使いなさいとか、うん、こういうテンポ
でこんぐらいのテンポで曲作んないとゴルジェになんないとかじゃなくて、うん、一つだけそのタムを使えっていう、タム、はい、タムっていうそのドラムセットあるじゃないですか、はい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 、タムセットでこの辺についてるどんどこどんどこいう太鼓があるんですけど、それをその音が岩っぽいってことで、うん、なるほど、このタムのタムタムが入ってれば、うん、ゴルジェだっていう風にスノードミューの番組で言ってたんですよ、うんうんうん、それがものすごい衝撃で、なるほど、そうタム入ってればだいぶ広いですね、どんなテンポでも、うん、どういう音ビートでも何でもゴルジェになるんだと思って、うん、そっからもう一気にハマって、うん、曲作り出して、そしたらゴルジェの人たちがゴルジェ .in っていうクルーがあるんですけど、はいはいはい、そんな人たちがたくさん拡散してくれて、うん、本当そこまで本当に発信にも棒にもかかんない、うん、そのサウンドクラウドっていう、うん、ミュージシャンたちが自分の音源上げるプラットフォームあるんですけど、はいはい、あそこでもなんか誰にも聞かれてないような曲をひたすら作ってたのが、はい、いっぱい聞かれるようになって、はあ、嬉しくなって、俺はそこすごいそのタムっていう音が入ってた、はい、その枠で遊べるっていうところで感銘受けてるんですか、僕今ざーっと話聞いて、そのね、やっぱり山とかのそういうクライマーとかのそういう精神性みたいなのが面白いんですよっていうのも聞いてて、そこに俺はどっぷり感じるけど、ゴルジェっていうのはだからそのさっき言ったようにタムだけ使えば、いいんで、個人のゴルジェやってる人たちの個人の解釈である程度スタイルっていうのがねばらけてるんですよ、はいはいはい、だから普通の、音楽ジャンルっていうのはある程度近い人たちが集まってきて塊になってとか、塊が大きくなったりとか塊が動いていくんですよ全体で、だからその時代によって同じテクノでもこういう音に変わっていったりとか、テンポが遅くなったり速くなったりとかっていうのがあるんですけど、ゴルジェっていうのはそれ全く違くて、一人一人がこうゴルジェっていうここ真ん中に丸円があるんですけど、それと糸でつながってるんですけども、こっちにいたりとかこっちにいたりとかで勝手に自分の解釈でやるんですよね、うん、で俺がやってる、スタイルっていうのは、うん、もうどちらかっていうとそういう山を登る人たちが何を考えてるのかとか、うん、あんなきつい思いして、その死にかけたりとか凍傷で指がなくなったりするんですよ、はいはいはい、そんなことまでして高いとこに登るわけですよ、でましてや今この世界中で登られてない山ってその宗教的だったりとか、あともうなんていうかな、その町から離れすぎてて物理的にちょっとそこまで行くのが大変すぎるっていう山以外はほぼ全部登られてるわけですよ、うん、でそれの中でもっと難しいルートを自分で見つけて、うん、危険を冒して登っていくわけで、死ぬ人もたくさんいるわけ、ね、うん、なんでっていうのが自分の中にあって、でそれをインタビューとか登山家の本とかめっちゃ読んで、はい、読んでみて、なんかこの人たちの考えてることとか、このなんていうか生き様を音楽にしたいなっていうのがあったんです。だからかっこいい、俺のやってるゴルジェはもうちょっとこうスピリチュアルっていうか、うん、そうだからゴルジェの中でも、うん、そこの要素を深く出すっていうのはもう多分そうですよね、自分がやってるスタイル、ね、そうそう、とあとその、うん、ちょうどゴルジェ始めた時に、うん、もう一個流行りだしてた音楽があって、はい、そのアルカっていう人とか、はいはいはい、OPA のワンオートリックスポイントネバーっていう人とかが、はい、こうだんだん人気になってくる。ジャンルはあれなんですか？あれね、当時は、はい、今誰も言ってないんですけど、はい、当時はディストロイドって言われてたんですよ。ディストロイド、そう、ディストピアとアンドロイドっていうのを掛け合わせたぞ。これね、知ってる人少ないんじゃないかな、その当時は2012、2013年とかはよく言われたディストロイドとか、2014年とか、でそういうのに、今はなんかそのデコンストラクテッドとか脱構築とか、脱構築クラブとかデコンストラクテッドとか言ったりするんですけど、そういうのにもう同時期に聴いてたんですよ。でものすごい影響を受けたんですよね。なんかすごい自由なことしてた、こんな、なんていうのかな、なんで言えばいいか、その音楽でこうテクスチャーを感じる、その質感を感じたりとか、うん、空間をものすごいこう演出してる曲とかが多くて、こういうのはものすごい新しいと思ったんですよ、はいはいはい、でこの要素は正直そのゴルジェ その登山とかクライミングに対する精神を表現する上でものすごい使えると思ったから、うん、結構それを俺は取り入れてる。
面白い、いろんなところに刺されてんだ、うん、さっきも言ったけど、そのアルカさんとかの、うん、そういうディストピアと、あともう一個ないし、はい、アンドロイド、はい、なんかその感じとかそういう曲とかも聴いてる、そういうなんですかセンスも入ってるから、うん、なんかもう多分やっぱトークもその感じの気質がありますもんね。速さというか異色さみたいな、なんかこうなんか普通のことなんか話は入ってくるんだけど、ちょっとなんかこうツンってツンってなるというか、感じがやっぱありますね、喋ってて、うん、だから友達少ないんかないやでもなんていうか、その嫌さはないんですよ。あ、別に。そうですか、そうですか、よかったよかった、うん、不思議な、うん、だから僕もなんかこう今はちょっとこう家じゃないんであれなんですけど、はい、家とかもすっごいミニマルな感じですよ。あ、家はねミニマルかも、うん、はい、物が何もない感じ、はい、物ないですね、うん、はいはい、やっぱでもそことフリークライマーのなんか感じは似てますよね。あ、そうですね、うん、なんかやっぱそぎ落とすのってすごい重要で、うんうん、それこそ山を登ると登攀ってアルピニズムって言うんですけど、フランス語でもね、なんかアルピニズムって要はそのなんか登山とかクライミングの美学で、うん、昔は極地法って言ってものすごい人員と食料とか、はいはい、酸素ボンベとかものすごい装備をたくさん、揃えて、はい、でっかいベースキャンプを作って、はい、たくさんの人数で攻め落とすっていうのが普通だったんですよ。でもその後にやっぱりそれをどれだけそぎ落として、はい、でどれだけその少ない人数でもしくは1人とかで、うん、落とすかっていう風に行く人が、そう、求道者的な人がたくさん現れてて、そう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 、だからなんかそういうのはあるかも、そぎ落とすっていう作業が好きなのはあるかもしれない。なんか自分で言うのもなんなんですけど、なんか俺の音楽はなんかこうあんまりなんていうかな、こう聞き流すっていうか、聴いてて気持ちいい音楽じゃあんまないと思うんですよ。あ、そうですか。俺もね、めちゃめちゃ気持ちよかった。なんかこう大きい音とかで、うん、暗い部屋とかで、うん、まあ、集中して聴いた方が、うん、まあ、合うんじゃないかなみたいな。なるほどなるほど、うん、っていうのもなんか細部にものすごいいっぱい仕掛けを作ってるから、なんかそれが伝わったらいいなみたいなのはあるし、うん、あとそのやっぱ体験型の音楽なんですよ、うんうんうん、だからその聴いて気持ちいいとか、うん、じゃなくて、うん、いい曲じゃなくて、うん、なんかその、なんかが、うん、やばいみたいな、なんかすごいっていう、うんうんうん、で、やっぱ現場、これライブをものすごい大事にしてるんですけど、うん、現場で、大きい音だったり、うんうんうん、いいサウンドシステムで、うんうん、鳴らせるとちゃんと細部とかが伝わったりするんですよ。なるほど。で、さらに即興でいろんなことをやったりするから、そこが本当は俺的にはこう到達点なんですよね。なるほど、なるほど、うん、なんかあの曲の作り方みたいなのって、相当練り直しというか、なんかそう、時間はもうものすごいかかるんですよ。本当にずっと素材をいじってて、うんうん、ね、俺は年取ったら陶芸家になりたいなって最近ちょっと思うんですけど、本当にやってることっていう陶芸家のその古い、うん、ステレオタイプな陶芸家と一緒で、うん、サムエみたいなの着て、うん、で、はいはいはい、日がな一日こう土をいじって、うん、で焼き上がったものを見て、うん、こんなのもう俺の作品じゃねえとか言って叩き割るみたいな生活をずあのことをなんかやってるみたいな、はい、ものすごい時間かかるんですけど、あれ、じゃあなんつうんですか、もうなんかベースとなる音もあんまない感じですか、あれ。まあ、その時によります、まあ、一気にできる時もあるけど、本当にものすごいこう悩みながらこれでいいのかとか言って作ってたりもあるし、あと細かいところにものすごい時間かけるんですよ。そのね、結構俺の音楽ってドカーンとか言ったりするんですけど、このドカーンにをどれだけこのドカーンっていう風に演出するかっていうことにものすごい時間かけるんです。で、はいはいはい、そのドカーンってパッて、うん、音が鳴るのと、うん、その前にこうっていう音スターンって鳴るのとじゃあ全然性質が違うんですよ。だからこの一発とかここの聞かせたいとこにどんだけこう注ぎ込むかっていうのが重要で、そこをいじるんですか。そうそうそう、どうやったらこれを効果的にこれを聞かせれるかっていうのに一番時間かけるんですよ俺。で、こういう考え方って多分アバンギャルドって言われるなんかノイズとか、はいはいはい、なんかそういう実験的な音楽だったりとか、うん、
あとあの現代音楽とかほうほうほう、の領域に近いような気もするんですけど、うん、そうそう、なんかそのだから予定調和をものすごく否定してるわけです。いいっすね、はい、こう言ってこうなればこうなるっていうのが、うん、いわゆるクラブミュージックとかって予定調和だと思うんですよね、うん、その終わらない終わらないというか、そのテクノとかもこういう風に始まって、うん、こういう風に盛り上がって、うん、でこういう風に終わっていくみたいのが大体そういうのがフォーマットというかテンプレートみたいのができていくんですけど、うん、それをいかにこう予測できないようにするかっていうのが俺はすごい好きで、うん、でもなんかそれってやっぱ気持ち悪いわけだから聴いてたら疲れるんですよ。だから40分のアルバム作って40分聴ける人って相当なんか頭おかしいんじゃねえかなと、うん、持ってかれるなっていうのありました。別に悪い意味じゃないですけど、ダウナーの方に、あ、はいはいはい、持ってかれるないから、僕基本的に、はい、もうもっぱら明るいものしか取り入れたくない人だから、すみませんじゃん、いやいや、それはじゃだけど、せいだか合わせ飲むじゃないけど、なんかそのそっちも知ってこっちもあるみたいなことはちゃんと経験したいなと思うんで、なんかこう、大持ってかれる、なんかなんていうんですかね、ドストエフスキー読んだみたいな、おーみたいな、だからそっから上がってくるかもね、はい、上がってくるのが結構意外とおーって下行った時になんか上がろうと思って上がったの聞いても上がんないんですよ、はい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 、むしろもっと下がるみたいな、はいはいはい、だから、ね、徐々に上げていかないといけないんで、聞きながら、でもなんかこう今一番新しい、最近出された一番新しいアイテムの1曲目とかは全然聞きやすかったんですけどね、本当になんか昔のなんかサンクラとかの聞いてるのを、はいはいはい、サンクラのが結構持ってかれました、上がってることが、うん、まあ、僕のなんか多分相性とかもあるんですけど、もちろん、うん、いや、まだまだね、ちょっとその音楽の付け方について聞きたいんですよ、はいはい、なんかそのいいですよ、例えばですけど、このここの多分音というか、この素材、はい、めっちゃいい素材見つけたとか、はいはいはい、これバチバチ使いたいっていうのを、うんうん、なんかこう速攻発信で作り出す曲とかあるんですか。あ、そうそう、ありますあります、ちかそれがないと始まんないかも、はい、なるほど、はい、その音探しはどういう風にしたりするんですか。基本的にいわゆるサンプリングって言って、はい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 、今まで発表されてきた曲を、うん、撮るわけですけど、うんうんうん、でそれを見つけて、うん、ものすごく加工するんですよ、うん、なんか要は、うん、多分音楽やってる人とかしか分かんないけど、うん、かもしれないですけど、うん、なんかグラニュレーターっていうなんか、はい、そう、なんですかね、ソフトなんか機械っていうか、まあ、そういうなんかソフトの中でも一つあって、なんかそれに入れてとにかくね、こねくり回す、いろいろ、なんか元の形がなくなったりとかもするし、元の形の俺のここ元のその素材のここが好きなんだっていうところを研ぎ澄ませたものにしたりとか、とにかくね、こうあれなんです、なんかいい土を、いや、まあまあさっきの話ですけど、なんかすっごいまあすっごい合ってるか例えば分かんないけど、分かりやすく例えばなんかそのカップラーメンとかのベリって開ける音あるじゃないですか、はいはい、あれをなんか研ぎ澄ますみたいな、あ、そう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 、なんなら、はいはい、そうそう、なんか面白そう、料理人とかがこう料理を作るときに、はい、まず素材を見に行って、はい、このだから例えば魚とか、はいはいはい、この魚でこの新鮮さで、うん、この油の乗り方でみたいなで料理の仕方決めていくみたいなで料理していくっていう作業が結構その最初のそのいっぱい加工するところなんですよ。はなるほど、で面白いっていうものができたら、うん、それを元にこう広げていくっていうのが多いです。でそれと別にこういう曲作りたいって結構具体的にやって、うん、それに向かって作っていくっていうこともありますけど、うん、それをなんかまあそこも考え方一つなわけになってくるじゃないですか、はいはい、その考え方が一つだからこそ日常生活じゃないところから取り入れたいとか、なんかどういう感覚なんですかね、そこら辺の感覚がちょっともっと知りたいですね。どの音がいいって感じるんだろうとか、いやこれは説明できない な, なんかもっと理屈じゃないんだ、そう野生、うん、結構野生的な嗅覚的な部分で、なるほど、そう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 、ただジャンルとかもバラバラだし年代とかもバラバラのとこから撮ったりとか、急に来るもんですか、あこれ、あそうそうそう、だからこう言葉には表せないんですけど自分の中ではもう明確にあるんです、あこれみたいな、これは
撮りたいとか、こういうのをやりたいとか、例えば耳で聞くじゃないですか、うんうん、大体が、うん、だけど脳で鳴る音もなんかあるそう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 脳で鳴る音そうそうそう、うん、なるほど、うん、さらにあるんですかね血管で鳴る音とか脳で鳴る音はまあギリ想像できるかな、はい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 、なんかそうそうあんまりなんか耳で聞くっていうよりかはまあ脳で考えながら聞くみたいな感じの音楽をやってんだろうなと思いますけど、あれですよ別にその僕薬やったことないですからねそのこれが分かるからそういう感じとかじゃなくて、うん、そのなんかすごい想像がここでバーンと開く感じなんか今イメージでもなんかそういう風になったらいいなっていう風には作ってる。だからそのよく人にも言うんですけど、はい、俺がやりたいことって、はい、その何かよくわかんない、はい、巨大なエネルギーを爆発させるっていうのが、はい、そのなんか、ね、やってるなんていうの時にこう持ってる気持ちなんで。なるほど。そう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 。だからそうパッカーンみたいな状態をたくさん作っていきたいなと思う。はあ、面白いな。そうそう。で、ある程度そうするには、なんていうかな、いい具合に蒸気をこう逸さないといけないというか、その想像の外側に行かないといけないんですよね。で、これ行き過ぎると、行き過ぎると本当にわけわかんないというか、俺はなんかその実験的な音楽の最終地点ってやっぱ無音だと思うんですよ。はあ、そうなんだ。じゃあいらねえじゃんっていうか。で、もともとその作られたコンセプトは違いますけど、もうジョン・ケージっていう有名な現代音楽家が4分33秒つって、4分33秒間無音の曲があるんですけど、これがもう考え方は違うんですけど、これがもう多分実験音楽の究極体だなっていうのはあるんですよ。だからこれとみんなが聴いて楽しいこのポップスのこの両極端の中でどこでこうポジションを取っていくかっていうのが。なるほど。そうそうそう。ちなみにその4分33秒の曲に対して、うん、古賀さんはどう見てますか。僕なんか今の話聞いただけで、僕聞いたことは多分あるかないかぐらいなんですけど。いや、ないでしょ、だって無音なのに。あ、そうですね。存在を知ってるかみたいな。そう、なんか宇宙の始まりっていう言葉パッと浮かぶぐらいなイメージですけど、そういうので言うとなんかこうどう捉えてるのかなって、ね、なんか 4分33秒ってもともと作られた時っていうのは、うん、一応管弦楽のオーケストラの、うん、で演奏される曲の一つなんですけど、で誰も音出さずに、あ、そういうオーケストラ団がやってんだそれ。一応そう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 、もともとはね、はい、でその指揮者もこうやるけど、でみんなこう準備するけど4分33秒間何もしない。でその間もでもお客さんが入ってたら、例えばお客さんの鼻をすする音とか、何だったら照明のこうブーンっていう音とか、空調の音とか、はいはいはい、これが音楽じゃないのかっていうのが一応4分33秒の何ていうか作られた目的ってよく言われるっぽいんですけど、なんか俺はそのどちらかっていうと、俺が解釈とか俺のこう読み取り方は、これはその何て言うかな、その実験音楽っていうのの中で最も実験的なのはやっぱ無音だなと思って、音が鳴らないのが一番こう音楽的っていうか、うん、これが極致だなと思います。だからいや、さっきも言ってたように、そのもう無音でみんなが聞きやすいポップスでどこで立ち位置取っていくかっていう、うん、だから行き過ぎたらわけわかんなくなる。あ、そう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 。だからそれはなんかやっぱ思んないというか、独りよがりだから。はあ、うん、やっぱそのこういう音楽作ってるけど、うん、それなりにみんなに聴いてほしいっていう気持ちはあるから。いや、やっぱ絶対そうっすよ、それは。それはね、せっかく作ってるんだから、一人でもたくさんの人が聴いてくれたら嬉しいじゃないですか、うん、いや絶対そうっすね、うん、その感情としても、なんだろう、だって誰もが知ってるぐらいまで行きたいっていうのは絶対誰しもありますから、まあね、でもまあ、うん、誰みんなが知ってるってなったら、まあ、急につまんなくなると思うんですけど、うん、確かに、そうそう、みんなわかるかいみたいな。あ、そうそうそう、全然思んないじゃんなんかそうそう、みんなが分かったら、もう結局それはもともとどんなにこうそっち側、うん、こっち側の極地側のことやってたとしても、うん、一気にそれだけでポップスに振り切れちゃうんで、うん、そうそうそう、ポピュラーなわけなんで、ポップって、うん、うん、そうそう、うん、そうなったらまあつまんないとつまんないんですけど、うん、
そういう意味でやっぱりだから面白いな。それでそういうなんかそのやっぱ感じで曲作ってて、うん、でなんか古賀さん自らが山登りというか、うん、フリークライマーじゃないけどなんか行きたいとか、うん、ちょっと自分も命がけでなんかスレスレのことをこう何ていうんですか体験としてやりたいとか、ああ、あのね、よく言われるんですよ、ゴルジェっていうこういう音楽があって山登りがとか言うんですけど、うん、ところで古賀さんやってらっしゃるんですかってよく聞かれるんですよね。これはすごく重要、めっちゃいい質問で、はい、俺は正直ほぼやんないんですよ山登り。ボルダリング、あのジムで、ああります、ね、はいはい、色付きのこういうの登ったりとかはちょっとするんですけど、でもこれも俺考えがあって、うん、やろうと思ったこともあったんですけど、うん、まず金がかかりすぎんだとか思ったりとか、あとまあまああるんですけど、なんかそれよりも俺が考えるクリエーションって、なんかその自分の経験だったりとか、なんていうかな、体験したことをそのまんまこうトレースしていくっていうのは、俺の中ではね、その音楽作る上で、なんていうかな、クリエイティブじゃないって言ったらあれですけど、それよりもなんかたくさん想像とか、妄想で保管して、実際のものとは正直違っててもいいんです、それが。なるほどなるほど。でもそのこういう風、そのなんていうか、あたかもそのそういうのを経験したようなあの振りでものを作るっていうのが、今度その出来上がったものがもともとそのトレース経験をトレースしたものとは全く別物ができるんですよ。ここが一番面白いんじゃないかなって思うんですね。そこがだからさっき古賀さんが言ってた想像を超えた臨界点というか、そう、なんか俺は、ね、そう、ドキュメンタリーを作りたいわけじゃなくて、サイファイを作りたいっていうかさ、SF を作りたいみたいな。そう、 SF はもちろん科学とかに、基づいたものとかもたくさんあるけど、ある程度はこう想像だったり、こうなったらみたいなところもあるじゃないですか。そっちの方が自分はこうロマンを感じるっていうか、これが俺の中ではクリエーションだなと思うから、なんか古賀さんのディストピアがもうありそうですもんね。そう行った先だから、そのゴルジェっぽいこと言うと、うん、俺は俺なりのルートがあって、うん、俺は俺なりに登りたい山があって、うん、で、それだけを素晴らしい、そう、5類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 トークしてます。5類流行るかも。一回流行ったんです。あ、5類も一回流行ったネットだけエモい的な。あ、そうだから、エモいほど流行ってないけど、そうなんだ。そう一回流行った。はぁ、いやー、やっぱね、なんだろうな、別に何だろう、なんか惹かれんだよな、こういう話面白いなって思っちゃうんだよな、ね、うん、なんかでもやっぱ気になるところたくさんあるんだよね。そのやっぱこうできるだけこう考え方、いろんなことをね、物理的にも考えて思想的にも削ぎ落としていきたいっていうある中で、うん、なんかピアスしてるのも不思議だったりするし、ーコーディネートはこう黒にこだわってたりとか、はいはいはい、なんかそういうのもやっぱなんかこう自分なりの思いあるってやってらっしゃる。あ、そう黒はなんかその、はい、もう3年か4年ぐらいずっと黒しか着てないんですけど、ある時黒以外着てる自分を鏡で見て気持ち悪くなったんですよ、はい、似合わねえなと思って、だから最初の方はダークグレーとか、うん、ネイビーとかも OK だった、うん、かなりモノトーンな感じだったら OK だったんですけど、うん、それもだんだんもう真っ黒じゃないと家になったりとかして、うんうんうん、でそれは多分ね、なんかこうそぎ落としたいとかミニマルでありたいみたいな、うん、でもミニマル、そうで髪の毛を坊主にしたのもミニマルになりたいんですけど、うん、でもミニマルになったらなったで、うん、顔が寂しいなと思って、うん、ピアスとかやったりとか。あ、なるほど。まあ元々開いてたんですけど、それを復活させたりとか。そうで黒でも、うん、なんか黒いけど派手になりたいみたいな。黒にもいろんなのありますから。いろんな黒は、確かに。そうだから、その面白い、黒の派手、そういいね。別に黒で、うん、黒いスーツだけ着とけば、うん、まあ、黒ですけど、うん、やっぱこう仕掛けが欲しいわけですよ。そうですね、なんか引きっていうか、うん、なんか黒いけどなんか派手だなみたいなのを、うん、やりたいなみたいな、うん、今日でいうこのコーデの結構外し的ポイントのこれすごい気になるんですよ。あ、これ、はい、それ何なんですか。これは福岡の作家さんで、はい、ハマスさんっていう人がいるんですけど、なんか
作品こういうなんかあのこれ樹脂で作ってるんですけど、はいはいはい、大工さんなんです本業が。大工さんで、まあ、こういうの使って、はい、あのやってるうちにめっちゃかっこいい。そうそう、こういうのをでっかいねあのカーテンにこれをこう塗りたくった作品とかを作ってて、前その展示やっててそこで売ってて買ったんですけど。これデザインが何かあるんですか？これはモチーフは、ゲート、あの扉のとかのあのゲートっていうのと、あと聖書の言葉も、引用してたんですけど、どこだったかはもう忘れちゃいましたね。でもなんかそうそう、モチーフはゲートなんで、これ多分伝わんないと思うんですけど、一応そのドアの、あのこういうドアあるじゃないですか、はいはいはい、あのドアのあのをイメージして作ってました。だからちょっとその四角というかその感じで、はいはいはい、そうそうそう、しかもちょっと柔らかそうですね。柔らかいんですね。本当、うわうわ、なんかプニプニしてる、ストレス発散でよくあそう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 めっちゃ気持ちいい。そう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 、それがまたなんかシルバーと相まってブラックに入るというか、はいはいはい、めっちゃ外しに合っててかっけえな。なんかね、そうなんです。はあ、そういうことで、そういう多分そうだ、あの、うん、音楽とかもそうなんですけど、結構自分ルールみたいなのがいっぱいあって、こうでありたいみたいな、そうそうそう、そういうのばっかり、ね、はい、僕そういうのを聞くためのこういう会話の場なんで、しかもちょっと古賀さんがね、僕今日これたまたま、本当たまたまなんですけど、私出し切られたアーティストとこのラドラウンジコラボして作られた、はい、このぬいぐるみなんですけど、めっちゃ可愛いらしいね。この出し切られたアーティストさんともつながりがある。そうそうそう、はい、僕が2015年から18年末まで、はい、あのカナダのモントリオールっていう都市に住んでて、はい、でそこで音楽活動してたんですけど、その時に、うん、はい、その彼はニューヨークに住ん、今も住んでると思うんですけど、ニューヨークの人なんで、はいはい、あのニューヨークの人なんですけど、ニューヨークに住んでたんで、うん、ライブしにモントリオールに来た時に、もともとそのそれこそさっき言ったサウンドクラウドとかで出し切らのこと知ってて、うん、遊びに行って、うん、で友達になったっていう。で本当に日本帰ってくる当日も、うん、ニューヨークでなんか一晩トランジットで、その時も遊んでくれたりとかして、ちょっと連れ回してくれて、可愛いっすよね、うん、そうめちゃくちゃいいやつで、本当にもう今まで出会った中で本当3本の指に入るぐらい、すごいね、5本の指に入るぐらい本当にいい人で、はあ、うん、一回ここに来た時にたまたま居合わせて、はいはいはい、なんか蝶々が鱗粉巻いて帰っていくみたいな感じでしょ。でも分かる気がする。分かります、分かる気がする。なんかはぁやべぇまだやべぇって言ってた、うん、なんか何この幻想みたいな、なんかめっちゃいい、なんかね、そうそう、うん、意外とねふわふわはしなくて、なんかすごいしっかり してるんですけど、そうなんかね、なんかものすごくこう人に、うん、人に対するこう愛が大きいっていうか、ものすっごいいい人で、なんかラドラウンジでそのブログでインタビューされてて、はいはいはい、なんかこうその時のそのなんか自分との向き合い方みたいな、うん、精神性もめっちゃすげえなって。あね、ああいう話は実は俺したことなくて、あ、そうなんですか。そうそうそう、あ、こんなこと考えてんだみたいなのをちょっと思ったんですけど、そう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 、古賀さんも今日こうやって今撮影しますけど、昨日イベントを終えてですもんね。あ、どうでした、どんなイベントが開催されてますか。はい、フォレストリミットで毎週水曜日やってる加藤まさかっていうイベントで、はい、なんかそのいろいろごちゃ混ぜで、はい、面白い人たちがたくさん出てる、はい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 、東京でももう指折りのいいパーティーなんですけど、うん、それ、まあ、何回か出させてもらってたんですけど、久しぶりに現場で、配信とかはじゃなくて、はい、現場でやって、うん、もうめちゃくちゃ楽しくて、まあ、お客さんもいっぱい入ってくれたし、なんかすごいね、良かったです。楽しかった。共演者もみんなかっこよくて、はあ、久しぶりにものすごい緊張したんですけど、そうそうそう、楽しかった本当に。やっぱり自分の出番が来る前がやっぱ緊張した感じでした。そう、めちゃくちゃ緊張。なんかそのライブって、うん、もともと作った曲たちを、うん、その即興でこうだんだんこう繋げていくんですよね。はあ、DJ セットみたいな、はいはいはい、そう自分の曲ばっかりだけど、うん、DJ みたいにその場で雰囲気とか自分のやりたいことをどんどんこう曲を繋げていくみたいなんですけど、うん、もう本当に直前までどういう感じにしようかものすごい迷って、そうそうそう、でもやったけど本当良かった。昨日は久しぶりになんかやっててよかったと思うぐらい楽しかった。そういう僕イベントとか出る人に聞きたいんですけど、アーティストの方って自分の出番が出る前って、まあ、楽屋にいたりする人もいるんですか？あ、います、います、います、うん、とか
現場でその踊ってたりする人もいる。あ、そう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 。まあどっちなの？俺はなんか見たいし遊びたい。ずっと酒飲んで踊って、はいはいはい、で周りの人と喋ってっていうのが楽しい。ああ、はい、それでなんかこう自分がやる番っていうのはもちろんあるわけじゃないですか。はい、こうどうなんですかね。いや、グラデーション気持ちで言うと。どこら辺がこう擦り合わせというか、ああでもね、うん、なんかね絶対出番のなんか10分前とか、はい、15分前とかに、はい、セッティング確認して、はい、で絶対1回俺外とかに出てタバコ吸うんですよ大体。へえー、そうそう、今の東京のクラブとか大体外でしかタバコ吸えなくなってるんですよ、はいはいはい、ちょうどよくて普通に外出て誰とも話さずに1本タバコ吸ってで、なんかそこでなんか切り替えるみたいなルーティーン的なまあなってるますよね、自然と。なんかこう自分に暗示する言葉とかがあったりとか。あ、特になんかもう静かに、そうですね、なんかこういう風にやろうかなとか、うん、そうそうそう、なんかもっとこう瞑想に近いのかもしれない。何も考えない方が集中できるかもしれない、うん、なるほどね。その15分をこっそり撮りたいね。そうですね、これね、誰にも見られたくないですね。そうですよね、 顔とかもやっぱり違うと思うし、そう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 、ね、なんかそのライブ始まるときはまあここ最近は、うん、いつもお祈りして始めるんですよ。かっこいい。いや、お祈りっていうのは何でかっていうと、そのキリスト教徒になろうと今してて、ほう、その準備を今してるんですよ。はい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 。それでなんかまあ一応神様にまあなんかまあ、うまくいきますようにじゃないけど、なんか、うん、あ、そういう言葉があるんですね。一応言葉っていうか、なんかあるんですけど、そのね、まあ、神様みたいな、ね、今します我らの神よみたいな、まあ、いろいろ言い方あるんですけど、はいはいはい、うん、まあなんか本当短いです。まあまあいいようにお導きくださいぐらいな感じで始めるみたいな。ちなみにそういう今までいろんなとこでこうプレイされてきたと思うんですけど。うん、なんかこうパフォーマンスじゃないですか言ったら、はいはいはい、そこのパフォーマンスってどうい、なんかこう自分がやりたいなとか思ったパフォーマンスとかあったりするんですか。こういうことやってみたいとか、曲流しながらなんかこういろんなアーティストいるじゃないですか、はいはいはい、パフォーマンスでなんかこう、まあ、自分が乗ってるその人が一番こう音楽聴いてるっていうのはあるけど、なんかこう別に物使ってなんかやったりとか。あ、はいはい、なんかね、昔はなんか機材に火つけたりとかしてたんですよ。最後、はいはい、はい、なんか終わりましたよみたいなキャンプファイヤーみたいな、はい、で本当に最初はみんな機材燃やしてたらびっくりするんですけど、はい、なんか本当にカナダ時代とかもそうなんですけど、だんだんみんな燃やし待ちみたいになってきて、はい、それはちょっと違うなってやめちゃったんですけど。予定調和になってますからね。あ、そう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 、ほんとそうなんですよ。あんなんね、そんなんなったら終わりなんで、ね、そうそう、そういう感じになってるんで、ある程度そういうこうパフォーマンス的なところってある程度こう変わってってるかもしれない。で、なんかそのゴルジェでもともと日本では一番最初に始めた花里さんっていう人が、うん、花里さんっていう人がいるんですけど、その人がヘッドランプをね、はい、つけてライブしてたんですよ、はいはい、面白いですね。そうそうそう、本当に夜中、まあ、夜行動すること少ないんですけど、はい、そういう時っていうのはヘッドランプつけて行動するんで、でやっぱクラブとかイベント夜やるじゃないですか、はい、だからまあつけてるんですけど。そうっすよね。だからそれをなんか真似したりとかしてつけたりとかするんですけど、なんか最近はまあなんか途中で外したりとか多いかも、うん、なんか最近よくやるのはスモークあるじゃないですか、フォグマシン、はいはい、あれをものすごい焚いてもらって、はい、でなんか後ろからなんか強い光を俺の後ろから当ててもらって、はあ、こうなんていうかな、シルエットだけ浮かび上がるみたいな、はあ、で、なんかストロボとか、なんかほんと昨日やってもらったのがほんとそんな感じで、はい、基本はでも真っ暗、真っ暗な方が明るいとこで俺ライブしないんですよ。何個か条件あって、うん、昼間の野外では昼間ではなんかな、自然光が入ってくる場所では、うん、昼間やんないとか、うん、真っ暗にできないとやんないとか、そう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 、じゃないと余計な情報 になるって俺は思うんですよ。うん、集中しづらいっていうか、なるほどね、うん、
気が散らないですもんね、絶対真っ赤。あ、そう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 。あの、オーテカっていう、あの、うん、有名な、あの、電子音楽家いるんですけど、うん、2人組で、うんうんうん。その人たちも、本当に完全に真っ暗の中でやるんですよ。うんうん、あの、ライブを、うんうん。で、それもやっぱ音に集中してほしいからっていう考えがあるらしいんですけど、うんうん、なんか自分もまあそれに似たような、うん、そうそうそうそっちの方が絶対こうなんかな気がちにないし、うん、あのこの俺がさっき言ったようなそのドカーンに命かけたところがもっと伝わると思うんで、うん、そうそうそうだから余計な、うん、あの情報はなるべく削ぎ落とした状態で、うん、あのこの過激な音を聞いてほしいみたいな、うんうん、それでいいんですよね。まあこんだけこういう風に考えてやってますとか言うけど、うん、別にそんなんどうでもよくて、うん、そんなんしあの知らない人が、うん、あの聞いてくれたりとか、うん、ライブ見てくれて、うん、なんかよく分からんけどすごかったですとか言われると、うん、それの方が一番嬉しいっていうか、うん、そうそう、なんかそういう文脈とかコンセプト、そうそう、コンセプトとか分かってる人が的確な意見を言ってくれるっていうのはものすごく嬉しいし、うん、あの力になるんですけど、うん、あのでもそれよりもなんか全然分かんない人に何も分からないけど、うん、でもなんかやばいみたいなのが伝わるのが、うん、伝わったら、うん、俺はそっちの方が、ま、上とか下とかないかもしれないけど、自分的にはそれがものすごい価値があることだなと思うんですよね、うんうん、そう何かが伝わってんだなみたいなのが、うんうん、そうだからズンさんの格好を見て気持ち悪いって思う人がいるかもしれないけど、でもそれもそれでもいいっていうか、うん、そうそう、それが大事っていうか、そうそう、何も伝わらなかったら、うん、わけわかんないっすわで終わるんだったら、やっぱ その程度のミュージシャンなんだなって思うけど、そう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 、うん、でもなんかわ全然わかんなかったけどとにかくやばかったですってことは、やっぱそれを超えた人知を超えた何かがエネルギーが伝わったと思うんで、玄関開けて犬がバタバタってやってるみたいな、なんかもうすごかったですすごかったですみたいな、それ一番嬉しいですよね、まあ、嬉しい、かっこよすぎましたみたいな、たまにありますけど、もう何なんですかこの曲みたいな、嬉しい。なんか特にねモントリオールにいた時は、うん、そのみん言ってくれますけど日本の人も、うん、やっぱあの向こうの人やっぱり感想をすごく言う文化がリアクションいいんだ、そうそうそう、みんな言ってくれるから、それはすごいなんか嬉しかったです、ね、はいはい、あんなの見たことないよとか言われると、そうなのとか言って、まああのえそうなの、めっちゃ嬉しそう、え嘘ついてんじゃないよとか言って飯おごるよみたいな本当にいいのよ、タバコ吸うとか言って一杯飲むとか言って、いやでも本当本当なんかそうそうそうなんかそうなあのだからその時とか、まあ、ゴルジュとかあの言ってたんですけど、うん、あの向こうでも全ちゃんとそういうのまで知ってる人っていうのはやっぱその自分の近くの人だけで、うんうん、やっぱあのライブして見てくれるお客さんっていうのもほとんど知らない人じゃない、うん、まして俺アジア人で、うん、モントリオールのミュージックシーンほとんど白人ばっかりだったんで、うん、そのそうだからそれの中で超絶アウェーな中でやっぱこう伝わるもんがあるっていうのがすごい、これだなみたいな。なんでそこを立ち向かえたんですか、そのアウェーの中でも やれたんですか。でもやるしかない感じなんですかね、メンタリティはそれだけですか。そうそう、ね、もともと海外出たのも、うん、まあ、ありがちな理由で海外で活動してみたりなんで、なんかそう、あのケズナ海外に行ってみようって思ったのは、うん、まだテクノやってる時で、うーん、もうあの行き詰まってて、うん、でこのまんま、うん、だらだらテクノやってるおじさんになるぐらいだったら、うん、なん か、海外に行ってケチョンケチョンにされた方が、まあ、やめる勇気にもなるだろうしみたいな感じで決断したんですよ。へー。で決断して、ちょっとしてからゴルジェを知ってまた変わっていくんですけど、そうそうそう、その時の決断だね、大事だね。なんかね、行った時があの27歳とかで、うん、もうほらあの、大体30歳ぐらいまでしかワーキングホリデーって取れないから、基本年齢制限があるから、行ける時に行っとこうと思ったんですよ。うん、そうそうそう。だから、なんか、別にケチョンケチョンにされても別にどうでもいいっていうか、うん、まあ、辞めるきっかけになるし、ぐらいな感じ。うんうん、はい、そうそう、あとでも結局行ったのがその2年後とかで、決断して2年とか3年後で、うん、要はある程度ゴルジェをやりだして、うん、俺はこうこれをこういう風にやっていくっていうのがある程度見えてきた、うん、見えてきた、うん、こうやりたいなっていうのが見えてきたから、うん、そう、あんまりなんかそこは心配じゃなかったから、うん、本当にかっこよかったら多分みんな評
評価してくれるんじゃないかなって思ったら、やっぱ本当にそうで、なんかめちゃくちゃ陳腐な言葉ですけど、うん、音楽は国境を超えるとか言語を超えるってよく言うじゃないですか。バカかと思ってたんですよ俺昔はね、うん、何言ってんだと、ふざけんなみたいな。じゃあ反戦ソングを歌ったら戦争が終わんのかみたいなことをなんか社に構えて言ってたんですけど、でも本当にそれそうで、あのちゃんと言い音楽だったら、マジで俺当時その行ったばっかりで全然英語喋れない時にポンってなんかそのライブが決まってやって、でそれでやっぱみんなあの一気に仲良くなったっていうか認めてくれたっていうのがあって、そうそうそう、やっぱ本当になんか言語超えんだなって、文化とか超えんだなってびっくりした。それまた経験ないっす。あ、経験してみたい。いや本当、まああの、うん、あれがね、あのお笑い、まずそもそも僕あの日本人にもあの取れるそういえば、あの日本は分かってる点で喋ってたけど、日本人からでしょ。俺もそうですよ。誰もいいって言ってくれないから全然よくないから、うん、なんかモントリオール、その海外住むのとか、うん、海外旅行にもまともに行ったことなかったから、うん、めちゃくちゃ不安だったんですけど、うん、なんか本当になんかある程度良さげなことやってたら、うん、まあ、どこでもやっていけんだっていうのはすごい自信になったから、うん、あ、いやちょっと俺スタイリストのなんか友達で、あの今カナダ行った方がいいんですけど、見てほしいなこれ。なんかすごい、多分一発目旅行も行ったことない、海外旅行行ったことないのに、はいはい、カナダ選んで、その後も多分そうなんで、なんか多分ああ来てよかったなと思うと思います今の話聞いて。なんか行ってよかったなと思う。ああ、なればそうなればいい。なんかその、うん、あのモントリオールも、うん、とか他のとこもそうなんですけど、うん、なんかそう合うかどうかって、うん、こう千差万別で、人によっては、俺はモントリオールのことすごい好きだけど、うん、絶対もうあの住みたくないっていう人もたくさんいるんで、そうだからさ、ハマるかハマんないかわかんない。人次第、そうそう、人次第だし、タイミングとかもあるかもしれないですけど、あのタトゥーがね、さっきずっとしゃべってシャッと見えますね、はいはい、これね、あの、はい、ここで掘ってもらったんですね、はい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 、はい、そうこれなんですけど、すげえかっこいいね。かっこいいですよね。これも色だけ伝えてて、赤で、はあ、お任せでっつって言って、はあ、ここに欲しいんですっつって、はあ、でこっちになんかあの山のタトゥーがあるんですよね。これはここで掘ったわけじゃないんだけど、あ、そうそう、こっちはこう、はい、山があるんですね。ゴルジェ的なね、山のゴルジェさんが、そうそうそう、タトゥーがあって、これとこう対になるように、うわ、すげえ、あ、そういうことなんだ。そう、同じ場所に掘ってくださいって言って、で、そうなんか掘ってる時も、はい、こうやって寝かせられて、はい、マジ見えなくて、はい、マジこれでうんことか掘られたの。いや絶対そんなことないけど、あ、なんか、うん、でもそれ予定帳は崩してますけどね。そうそう、でうんこもそれもあのなんか本当にうんこじゃなくて、そのひらがなでうんことかだったらどうしようって全然ついにならない山に落ちるうんこ出来上がったら、そうそう、こんなんなってから、わあいいみたいな、ありがとう、あ、うん、え、なんでこんだけ黒で、黒の派手なのに赤で、あ、これね、ちなみに、はい、俺若い頃に、はい、入れずにこことかも入ってるんですけど、はい、これトラッドで色いっぱい入ってるんですよ。あ、もうほんと20歳、21歳ぐらいの時に入れちゃったやつで、はい、今ちょっと、まあ、好みじゃないっちゃ好みじゃないですけど、はいはいはい、まあ、別に、まあ、それも俺だからまあいいかと思ってるんですけど、うんうんうん、そうそうそう、なんであんまりその色とかはなくて、まあ、うん、そうそう、赤だけのタトゥーかっこいいなと思ってたんで、インスタとかで見て、やってみようみたいな。はい、これあの、そう、こうなる、ついになって、トコナ X 方式っつって、何ですか、トコナ X トコナ X なんですか、トコナ X 方式って、これ誰も、え、誰もで、あの、悔しいなんか、そう、ズンさんが知らないから、恥ずかしい、なんかトコナ X 知ってる、あ、恥ずかしい人だったら、これ今大爆笑なんで、ここにね、あー、デザインも似てるんですか。いや、似てないけど、なんか俺的にはこの人よく本当にこうやって写真撮って、ここにね、タトゥーが入ってるのが見えてたから、なるほど、この X 方式って俺は勝手に言ってるんですけど、いや、分かってる人は伝わってる、分かってる人は伝わってる、そう、タコの X 知ってる人は笑ってくれてると思う。ここからね、ゴルジェの話に戻ります。あ、そうそう、はい、ゴルジェっていうのがどういうものかっていうのを視覚化した陣で、はい、まあ、こういう山の写真とか、その山とかクライミングにまつわる写真だったりとかをこういうふうにこう並べ、あのインターネットでよくね、俺は
こういうのをあの探してスクラップにしてるんですけど、うん、そのスクラップ帳みたいな陣で、そう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 、ゴルイナーっていうのを集めてる、あ、そうそうそう、ゴルイ州みたいな、はい、ゴルジェを世界で初めて資格化した陣、そうですね、本当に世界で初めてゴルジェってその今言語化でしか聞いてなかったんで、これが資格化された、そうそう、あの音楽でそのそうはあるけど、こう資格化されたのが初めて、これ、まあ、やっぱりこう山はねあるんだ、なんか山が関係してんだろうなとか、岩とか出てきますしね、はい、あ、そうそうそう、中ではね、ラーメンとかありますか、ラーメンラーメン、これ見えるのかラーメン、これラーメンは俺たちゴルジェ山登りとか分かる人はやっぱこのもやし、このすげえもやしがあるんですけど、このもやしでやっぱこうもし登るんだったらって思って手がかりを探していくフリークライマーの気持ちになって、そうそうそう、いいなっつって、これはこういうルートだなと思ってだってあれなんですもんね、そのそういう今みたいなことを思いつく人ってこう街中で、あ、そう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 、あのクラッククライミングっていうのがあって、はい、岩にこういう亀裂がバーって入ってたりするんですけど、はいはいはい、その亀裂の隙間に指を入れてとか足を入れてこうよじ登っていくっていうクラッククライミングってやつがあって、はいはいはい、でそれをあの花里さんってそのゴルジェやってる人と、はい、あのボルダリングジムに、あれどこやったかな、三鷹じゃなくて、はい、東京都内にあるんですよ、はい、ジャムセッションっていう、はいはいはい、あのクライミングジムで、うん、そういうこういうクラッククライミングが練習できる、うん、あの装置がついてるのがあって、はいはいはい、これねできるようになったら街中で、うん、はい、あの自動販売機の隙間とか、はい、これいけるなとかっていう風に見れば面白いよねすごいなマジで、なんかあのコンクリートの、うん、コンクリート塀とかあるじゃないですか、うんうんうん、たまに欠けてるとことかあるじゃないですか、はいはいはい、ああこうだなみたいなとかを見たりするから楽しい、はい、街歩きが楽しい、いやそういう人なんか街散歩面白そうだな、面白いです面白い、うんうん、登山家の人たちもそうだけど、うん、やっぱ自分と山しかないじゃないけど、うん、その時自分と音楽しかない中でこういろいろどういう風に、うん、あの音を出そうかとかいうのを考えたりとかして、うん、でそういうなんか自分なりのクライミングっていうのを人生の中でこう完成させていくっていうのがものすごい楽しい、はあ、それがあの、まあ、登山家の人たちもみんなそういう風に多分登ってると思うんですけど、そうそうそう、ちょっとその本教えていただきたいですね、終わった後に本、はい、あ、はい、ぜひぜひ、あの山の癒しの垂直の記憶とかはぜひ読んでほしい、あとその、あ、ね、あのアルバムが1月29日に出た時に、うん、The Summit of the Gods っていうタイトルなんですけど、うん、このタイトルはあの神々の頂きっていう、うん、夢枕幕の小説があるんですよ、はいはいはい、ゴルジェ界でもあのバイブルって呼ばれてるんですけど、すごい本で、そのそうそうそう、ものすごいいい本で、あの、はい、本当に実在したあのクライマー2人を、はい、あのモデルにしてるんですよね、はい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 、そうそうそうで、いてすごい、あのね、なんでその最初の方も言ったように、はい、なんでその人は山登ってんだみたいなことにこうあの迫るような小説で、うん、すごく面白いんですけど、それとかもぜひ、あの漫画もあるんで、漫画はその谷口二郎ってあの孤独のグルメ描いたあの有名な人が絵を描いてて、そうそう、小説版とちょっとクライマックスが違うんですけど、どっち読んでも本当にいい作品、あのそうそうそう、やっぱ意味ないわけですよ、なんか高いところに登ったところで、うん、何の意味があるんだっていう、でもそこにこうそれが何なのかっていうのに迫るのはめっちゃ面白い話だし、うん、人生にも生かせることがあるじゃないですか、うんうん、そうそう、だって、うん、一見その無駄と思える恋の中に、うん、そこにしかない価値観っていうのは何か、そう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 、でもまあそれは今作って古賀さんがいらっしゃる音楽活動にも、まあ、通ずるところ、あ、そう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 、ありますあります、うん、なんだろうな、僕いろんなここめちゃめちゃアーティストの方来られるし、いろんな職種の愛して、ね、音楽をなんか一番不思議な立ち位置なんですよね、はいはいはい、こうやって喋らせていただく機会あるのにあんまりわかんない人なんで、あ、音楽のことだね、耳音痴じゃないけど、はいはい、でも多分今日聞いてて脳内での鳴る音っていうののなんかこの気持ちよさって考えたら、
音楽楽しめそうですね。あ、そうですね、うん、なんかこう聴こうとしてるから、うん、そう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 じゃなくてっていうか、そう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 、感じようって、あ、そう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 、能動的な音楽の聴き方になると、うん、多分ミュージシャンの人とか大体そうだと思う。能動的な音楽聴き方してるから、うん、例えばなんかバンドの構成で、うん、できてる音楽とか聴くと、うん、なんか集中したら、うん、例えばギターだけのギター以外の音が聞こえなくなるぐらい集中したりとかできる。あれか、校長先生がずっとこう全校授業でわーっと喋ってて、まあ、ってやったら A が何回か数えたくなって、うん、もう何喋ってるか分かんないけどA だけがめっちゃ入ってくるみたいな同じ現象なんです。それ分かんない。あ、それ分かんないですか。僕ずっと小学生の時に夏休み前の最後の校長先生がずっとあ、A 多いなこの人、はい、気になってね、8回目、9回目とか言ってたら、うん、それ以外入ってこない、もう A だけが入ってくる。なんかそれを今思う。ああ、まあまあそうかもしれない、うん、そうそう、でもなんかね、そういう能動的な聞き方に、なると思うんですけど、そういう聞き方で、うん、押してもらえると、うん、うん、こう、もっと音楽聴くの楽しくなるか、感じが、うんうんうん、だからそのさっきその音楽のことあんま分かんないですけどっていう話したけど、でもその別に音楽分かんなくてもなんかこうやって話してるところにある程度こうなんていうかな、誰の人生でもこう落とし込めるところがあると思うんですよ。なんか突き詰めれば共通点ってあると思うんで。確かに、すごい感じます。そう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 、なんか物の考え方とか、あれ意外となんかお笑いと音楽とか全然似て非なるもんだと思ったけど、うん、やっぱ同じような考えでこの人たちもやってんだなとかも思ったりするし、同じようなことがあると多分普通にサラリーマンやってたり、うん、自分で商売やってたりする人も、うん、なんかこう通うところは多分あるんで、似通うところはあるんじゃないかなとかも思うし、うん、そう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 、はあ、うん、面白いですね。いや、いいですね、最高ですよそれが人間生きるってことだと思うから、そうそう、いやー、これ結構今多分1時間半ぐらいいってるんですけどね、どんくらい、これ4K なんで、正直なこと言うと、はい、上げるのめっちゃ時間かかるんですよ。あ、もうやめましょうかね、5キロとかね、はい、思いますよね。もうやめましょうか。いや、でもだからこっから一旦終わってのアフタートークで楽しみましょう。ああ、そうですね。じゃあここまで。いや、今日はだからなんかいろんな、なんだろうな、入ってきたな、言葉が。あ、それこそね、おなんか音楽と言葉が聞きやすい。本当ですか。で、そもそもスポーンってこう返せたから、やりやすさはすごいあったなっていう。まあまあまあ、ということでね、もう本当に今日はね、すごいゴルジェっていう、はいはい、このジャンルが何っていうところから、しかもこういう人がやってるって面白さ、本当なんかこう貴重なね、話聞けたなって個人的には思ってますので、本当にありがとうございました。いや、キリスト教のことも話したかったな。あ、そうですね、はい、じゃあちょっとこれ抜き差しでアフタートークでまた、あ、なんかあればね、タイミングがある、うん、違うことでもいいんですよ。そうですね、 ありがとうございました。もう本当に貴重な時間ありがとうございました。はい、ということで本日3月3日ずんの声の魚ラジオのお相手は古賀和樹さんでした。ありがとうございました。